15年ぶりに自公・与党が過半数割れした衆議院選挙、主犯指名選挙まで時間がありませんが、現状、自公も野党単独も過半数は取れていません、そんな中、注目されるのが、国民民主党と日本維新の会ということになるんですが、ヨンチャンテレビがおととい行った国民民主党の玉木代表への直撃取材では、連立政権は考えておらず、あくまで政策次第ということを強調していました。 一方で日本維新の会です昨日ババ代表に直撃取材することができました与野党との駆け引きが行われる中今維新の内部が一枚岩ではないようなんです今回の衆院選で大敗を喫した自民党総理の指名選挙に向け今各党の動きが活発化しています 今日、自民党の森山幹事長と国民民主党の新馬幹事長は国会内で15分間の会談を実施。それぞれ分野分野でですね協議をしていき,いきましょうということで合意ができました。案件ごとに一つ一つですね我々が対応していきたいということで。会談で両党は。 経済対策や税制改正など今後個別の政策ごとに政策責任者間で協議し対応していくことで合意森山幹事長によりますと協議には公明党も加わるということですまた自民党は来月9日以降に石破総理と国民の玉木代表による党首会談を打診し国民は持ち帰ると応じました 自民党側は政府が提出する予算案への協力も求めましたが。政策合意へのハードルは高く、協議は紆余曲折が予想されます。衆議院での多数派工作の動きが加速する中。これ国民と。維新というところ、二つがまあ、この政党が鍵を握る。やっぱり維新としても。なんだかアクションというか。 自分たちのの存在を高めるる必要はあるので日本維新の会は、今回の選挙において、大阪で全勝したものの、前回の選挙と比べて比例票をおよそ300万票減らすなど、全国的な支持の広がりを欠き、5議席マイナスに。とはいえ、国民民主党より10議席多く、今後のキーマンとなりえる存在なのですが。 今回の大惨敗の責任を取って、代表と選対本部長ぐらいは、自由を表すべきだと思っております全国的に見ればあ、もうこれは完敗の状態だと、野党一人負けの状態だと思ってますので、えー、僕は代表選挙を実施するべきだという考え方です。 党内では馬場代表ら執行部に対して野党で唯一議席数を減らした責任を求める声が噴出選挙の翌日ヨちゃんテレビに出演した維新の生みの親橋本徹さんもこの馬場さん代表は僕から見れば維新の中でも一体 一番古いタイプの政治家馬場さんにわわってもらわなきゃいけがこの古いタイプの政治家のまんまで大阪の改革を全国に大阪の改革を全国にって言ったって誰にもも響かかないからもう、うん、そんな維新の馬場代表を直撃取材その代表選挙をやるということになればあの私に対する不信任というふうに受け止められますからその時はきちっと対応すると。 いうことですね選挙の責任をめぐって揺れる維新の会、今後の政局にどのような影響を与えるのでしょうか。はい今日は政権は誰の手に、与野党が活発化というテーマでプレゼンをお送りしてまいります、混沌としているのか、各党の思惑は、そして鍵を握る維新が、実は今、不和という見方もあるようなんですね。 渦中の馬場代表に直撃インタビューを行いましたまずはこちらご覧ください今回の衆議院選挙の結果ですけれども過半数の233には自民、公明、両党を合わせても届きませんでしたそして野党単独でも過半数に至った党というのはありませんでした 個人的な感想なんですけど裏金って一つの大きなテーマになって、うん、だけども、ヨンチャンテレビの視聴者の皆さんに LINE 調査したら、うん、あの一番気になるのっってやっぱり経済ですと、うん、今やっぱりこれだけ物の値段が高くてみんな生活大変だからそこにやっぱり一番みんな興味があるんだなっていうのはもちろん分かったんだけどもやっぱりそれと裏金問題とか 2000, 円2000万円問題とか、うん、やっぱりこんなに私たちしんどいのに政治家のみんながなんか楽しているように見えてしまって。なんかちょうど それが重なったんじゃないかなというふうに思いましたけどねだからやっぱりあの例えばまあ丸川玉江さん、うん、よく今話題になってますけれども、うん、お助けくださいというその呼びかけに対して本当に助けてほしいのは国民だよというのは、うん、なかなかこうシュールな返しだなというふうに私も見ていて思いましたじゃあその中鍵を握るのはまあ、国民民主一心なのかというところなんですがまずは自民党の動きですね自民党6人に会派入りを要請し、うん 六人とも了承したという出来事がありました、まあ、派閥裏金事件に関与した四人、まあ、例えば世耕さんは離党勧告処分を受け離党しましたし公認を受けられなかった大物議員というのもいますその他無所属で立候補した議員たちこの六人に 会派に入ってくださいということを要請し6人が了承したということなんですねこれ会派は派閥とは違うので、うん、この6人が自民党に入ってきた戻ってきたということではないんですが 政策において同じ方向を向いている一つのグループのようなチームに仲間入りしたということなんですけれども、えー、取材をしていてもいろんな声があるんですけれども何のための非公認だったのと、えー、結局選挙に通れば会派に戻ってくるという話ができていたのだとすれば何のための処分だったの、はい、本気でそこを変える意思はあるのかという声も聞こえてくるし、まあ、あくまでも会派というレベルでしょうという声も聞こえてくるし、うん、街の声も様々でした。では 今日の午前です自民党は国民民主党の幹事長らによる会談を行っています経済対策など個別の政策ごとに協議対応することを合意したということなんですねそして明日立憲民主党と国民民主党の幹事長らによる会談が行われる予定ということでやっぱり今主役は 国民民主党の玉木さんなのか、自民から国民の党首会談を打診はされてるんだけれども、一応、国民側としては持ち帰るということで、まあ、ちょっと強気の姿勢も見せているのかなという気もします大八木解説委員によると、維新よりも国民民主の方が議席は少ないんだけれども、国会内における存在感みたいなところでいうと、やっぱり今、国民民主、どんどん上がってきているんじゃないかという見方がありましたね。そんな大柳解説委員こんなな大解説員こに今の状況を表現ししていました 国民民主さん、恋人になってくださいと手を引っ張る自民と立憲 <laughs>、えー、じゃあ、維新で見てみるとどうなのか、維新と自民、立憲の関係性でいうと、うん、出るかな、友達以上だけど、恋人を見るな,っなんかなんか久しぶりに聞いた政策とか法案に関して、維新が納得できるものを、例えば自民や立憲が出したときに、そこに関しては友達の LINE。 ちょょっっとと超えましううかっていうことになってくるる可能性もあるの <laughs> ただ、まあ、自民と維新というところはこれまでもいろんなことがあって維新からすると裏切られたという経緯もあったりなんかしてこれが友達以上、恋人未満のどのあたりに、ね、今いるのかなというのも気になるところではありますやっぱり下がっていく維新、今回、議席減らしました、一方で躍進した国民民主ということで玉木さんに注目が集まっているという見方があるようなんです。 さあそして間もなくということなんですが総理指名選挙というのが行われます国会議員たちがまあ総理大臣になってほしい人の名前を書くわけですけれども立憲民主党としては維新と共産に協力要請をしています維新はそれに対してじゃあ私たちはどの人の名前を書きますということはまだはっきりとは明言はしていません立憲民主党は国民民主党に関しては あえてもいないといななととうころなんですね、まあ、それは玉木さんが断ってる、避けてるというところがあるんですが、なぜか、国民民主としては玉木と書くことで一致している、決まっているから、野田さんにお会いして断るのは失礼ということで、うん、まあここも堅くなな姿勢を貫いているということが言えるんじゃないでしょうか。じゃあ、そんな総理指名選挙の流れなんですが、国会議員が投票します、記名投票です。過半数獲得となれば総理大臣選出 過半数に届かなかった場合、上位二人の決選投票ということになってきますけれども、まあ今次候で過半数に届いてないわけですから、うん、川田さんこの辺りもどうなるのかというのがややこなの動きですよね。数のバランスですよね。次候、うん、で今215、はい、でさっきの無所属の皆さん6プラスされるわけですから、だから本当にその。 うん、決選投票になったときに、どうやって、えーまあ、野田さんがもしせ、向こうがあの第2位であれば、どれだけ数を取るかっていうことの駆け引きですよね、うん、そうですね、うん、だから自公以外の全部の政党が全員一致団結して、野田さんって書けば、うんまあ、もしかしたらそんなこともあるのかもしれませんけれども、それちょっと現実的に考えるのは難しいということで、大八木解説委員の見立てでは、おそらく石破さんで落ち着くんじゃないかということは話していましたが、これ、どうなるかわからない。 あの自民党のね総裁選で石破さん決まったときに、あんな笑顔を見せていたんだけれども、選挙始まって選挙結果出たら、笑顔でいられないという状況も今、なってしまっててししままいるのかもしれませんさあ、そして我々関西に住む人間たちからすると、やっぱり維新の動きというのも気になるのではないでしょうか、鍵を握る維新が、実は今、不和ということで、一体どういうことなのか、改めて選挙結果ですが、日本維新の会、大阪の19の小選挙区で全勝ということで、びっくりした。 全勝<章>大阪はやっぱり強いんですね、うんうん、維新。前,前回は大躍進でしたけれども、19選挙区全勝じゃなかったですね、うん、前回はね。これやっぱり公明党と今回、直接対決をしたというところもあるんですけれども、これまで維新は公明党が出している候補を出してこなかったとかいうところもあったんですが、やっぱりどうなんでしょう、皆さん、大阪とその他で維新のこの、を取り巻く環境とか、雰囲気って、 違います大阪にいるとやっぱり、医師の勢いというのは吉村さんが大阪の知事だし、うん、横山さん、大阪市長だし、やっぱり維新っていうワードを、うん、よく見る、あと、うん、やっぱり万博があったり、学校の無償化の話だったり、やっぱり非常にこう身近に感じるというのはあるかもしれない関西の外に出ると、維新って今、何をやってるの、うん、そこが伝わってなかった選挙戦の結果という見方もあったようです。比例票は前回よりもおよそ300万票減った。えー 獲得議席数は43議席だったのが38議席になりました、全国的に見ると惨敗と、橋下徹さんなんかはこの番組でも話していましたよね。で、全国の、全国政党側の課題を解消できずということで、小選挙区の結果見てみると、緑が維新なんですが、まあ、大阪、あと京都、滋賀、広島、福岡。<laughs> ただ全国的に見るとやっぱり維新の風は今回吹かなかったということが言えるのかもしれません、うん、異様に見えますよ、ね、<様>関西だけここだけね緑でね、うん、さあそんな中ババ代表ですけれどもやっぱり あのまあ、負けたのは、全国的に負けたのは負けてるんだということは、投開票の日の会見でもおっしゃってましたが、自公過半数割れの目標は達成されたと、そこに対する自負はあるということを話していました、え国政と大阪でギャップ、来年の参議院選挙、どうなるのかということで、大丈夫なの、このままで維新という声も、内部から上がってきているようなんです。維新の会大阪府議団代表選挙を実施すべき 馬場代表らの辞任を求める声、代表らというのはここにはやっぱり選挙の責任者でもある藤田幹事長も入っているということなんですがやっぱり党内でゴタゴタしているということなんですね。で 吉村共同代表です全国的には完敗で野党一人負け状態、一日も早く代表選すべきだと吉村さんは話している、先日、4チャンテレビに出演をされた橋本徹さん維新の生みの親ですけれども、馬場さんは古いタイプの政治家、永田町文化の引きずったやり方をやめて脱皮しないとということで、橋本さんの最近の異常とも取れる馬場批判というのは、何かその向こう側に思惑があるのかなと思ってしまうほど、<laughs> だって本来、仲よ本来はしなんですよ。 旧ツイッター X でも番組でも馬場、うん、批判を展開しまくる橋本さんは何か考えがあってのことなのか馬場さんにそのあたり聞くと生みの親が子供を叱るのは当然でしょという返しをしてましたけれども<ー>そののありどうなのかあ<ー>さあそれでは渦中の馬場代表今回、四チャンテレビとしては単独直撃取材をすることができました、えー、山中アナウンサーのインタビューです。あ考えうね、これ まずは今回の選挙結果の受け止めについて。議席数が減ったということはあの負けということは言えると思います。これはまああの我々執行部の努力不足だと思いますね。今馬場代表のまあ、辞任を求める声出てきています。はいあの責任は十分感じていますから。 しか、まあ、るべき時に、しかるべき判断しますけど、何でもいいからやめたらいいというもんでは、私はないと思います耳に届いてるか、あれですけど、橋本さんからもだいぶ厳しい言葉投げられてますよねこれはまあ橋本さんがあの産んだあ政党が維新の会ですからあの、自分が産んだ子供に厳しくするというのは当たり前だと思いますから、あのおっしゃっておられることはすべてあの受け止めて、 自分の中で、えー、咀嚼はあのしています議席を減らしたとはいえ国民民主党とともに政権の今後を左右しうる存在の日本維新の会立憲からも主犯使命について会談がありましたよねただ単なる数合わせというのはあこれまでも否定してきているわけですからあのきちっとおそこに至るまでのおことを 協議しないと無理ですよと今のところ野田さんの名前を二回目で書くということはない可能性可能性薄いですね一方自民党をめぐっては今年旧文通費をめぐり党首会談で合意文書を交わすも保護にされ実現に至らなかった苦い経験があります全く我々の方に連絡もありません まあ、国民民主党さんと協議をするということですから、それはあのご自由にしていただいたらいいと思いますが、ただ自民党はやっぱりね、狡猾ですから、そんなに簡単にあの野党側の声を聞く政党ではありませんから、聞いてるふりはしますけど、それをどうやって押し倒していけるかというのがね、これからまあ、うちの党を含めたやっぱり野党側が考えていくことになると思いますねもううされないぞっていぞとこですね。 同じ手は食いませんよと。 まあ、笑ってらっしゃいましたけれどもババさんはやっぱり本当自民党に対してはずーっと腹立ってるというのがね伝わってくるんですけれども今日午後5時から実は日本維新の会常任役員会というものが開かれます今後の代表選についてや総理指名に関して協議するということなんですねじゃあ次期代表誰になってくるのかもし代表選するということになればババ代表としてはそれは自分に対する不信任案だと受け止めてそこに挑戦する可能性は低いというようなことも話していましたでは 大八木解説委員から見るとなかなか顔が浮かばない。馬場、うんうん、さんの後 維新のリーダーって言われてもどうですか、うん、誰だろう確かにパッとなかなか顔が浮かびにくい、うんまあね、そこに書いてますけども、吉村さんは一番やっぱりみんながイメージしやすいっていうのはありますけど現役の政治家だとやっぱり吉村共同代表になるんでしょうか、うん、橋本さんとか松井さんとかのイメージが強すぎるのでね、うん、ただやっぱり本人は積極的ではないということで、やっぱり吉村共同代表は、ですね府、まあ、知事の立場もあります、大阪・関西万博を成功させるというところに今、全集中しているので、こういったところには積極的ではないのかなと。 維新は今後どんな未来を歩んでいくのかそして国会のバランスどうなっていくのか注目です。